今回はデータ分析の1回目度数分布表について見ていくよまずは今日のテーマとポイントを確認しよう度数分布表とはみんながこれから扱うのはデータ分析ねデータというのは調べてある数値がたくさん出てくるでも数値並んでるだけだと整理されてないわけだから整理して分析するのがデータ分析ね まず初めに確認したいのはこの度数分布表一応ね中学校1年生で習ってるんだけど覚えてるかなまあ忘れちゃった人たくさんいると思うから確認するよ。度数分布表とはデータを表で整理したものそれを度数分布表というよ具体的にはこんな表を見たことあるかな覚えてほしいのはね実はたった2つの言葉。 言葉二つだけ思い返してくれればいいよまず一つ目が階級って何か覚えてるかな階級というのはそうこの表の度数分表の左側に書いてあってどのようなこれは範囲かね階級というのは範囲階級というのは範囲これを思い返そう階級は範囲が書かれている もう一つ重要なのは度数、まあ、度数っていうと何かね難しそうに聞こえるけど人数とか個数だとと思っててくれていいよ人数数か個数つまりこの表の右側には人間だったら何人入っているかあるいはものだったら何個入っているかこれが書かれているのが度数ね。度数数数は人数や個数 今日覚えるのはこの階級は範囲度数は人数や個数これだけ押さえれば大丈夫なんだじゃあ問題見ていくよじゃあ例題見ていくよ下の表はある学校の生徒30人のハンドボール投げの記録を度数分布表に表したものである括弧の1 メメーートトルル以上20メートル未満投げた生徒は何人いいますかという問題だね今回の問題は学校でハンドボール投げ「えいっと!」とみんなで投げたわけそうすると遠くに投げた人もいれば近くだった人もいるそれらのデータをまずは度数分布表で整理したわけでこの表をもとにした問題を解いていくんだ。の1が1 5ル以上2 0ル未満投げた生徒が 何人いるのか何人いるのかを表から読み取って答えれば OK だよ。まあ表を見てねすぐ分かる人もいると思う。でも念のため確認すると今日覚えたいポイントは2つ。言葉っね階級と度数表を見ると左側に階級それから右側に度数と書いてあるね。それぞれどんなことを表しているかというと階級というのは そう今日のポイント範囲だった階級は範囲階級は範囲どんな範囲かがここには書かれているで見てみるとうん 10m 以上 15m 未満の範囲が書かれている 15m 以上 20m 未満ハン,ドボールをなハンドボールを投げた距離が 15m 以上 20m 未満こんな範囲が書かれているこうして範囲がたくさん書かれているわけね でもう一個覚えたいのはこの度数だった度数今回は人数を表してたね度数は人数度数は人数つまり1 0ル以上1 5ル未満投げた人は6人ですよあるいは1 5ル以上2 0ル未満投げた人は11人ですよ。こんなふうに集めたデータが整理されているのが度数分布表ね。さあ 今回1は1 5ル以上2 0ル未満投げた生徒だから範囲考えよう1 5ル以上2 0ル未満は表を見るとここだね。で何人いるかを答えればいいんだからこの表を横に読み取って人数は11人答えは11人ねみんなが今日思い返してほしいのは階級は範囲。 度数は人数これが覚えてほしいポイントね今度は括弧2を見るよ階級の幅は何メートルですか階級というのは範囲だったねこの範囲の幅が何メートルかを答えていこうじゃあこの表を読み取ると10メートル以上15メートル未満つまりこの幅は15-10で5メートル 分かるさらにここは15から20だから同じく5メートルそして20から25だから同じく5メートルさらには25から30だから同じく5メートルということで階級の幅はね実はこうして一定になってるんだ。今回の場合にはこれ一定の階級の幅が5メートルというのが 表から読み取れるから答えは5メートルこれが答えだよじゃあ練習一緒に見ていくよ下の表はある学校の生徒30人のハンドボール投げの記録を度数分布表に表したものである度数分布表を見るとこれは例題と全く同じ表だね 25m 投げた A 君はどの階級に入りますかつまりどの範囲に入るのか見ていくと A 君 25m 投げたから1015違う1520違う202525あった253025 25あった、うん ?25 が2つあるねこっちに入るのかそれともこっちに入るのか 一体どっちだと思うそうだねヒントは表に書いてあるよみんな思い返してほしいのはこの「以上」この「以上」という言葉とそれから「未満」という言葉の違い「以上」というのはこれ含むんだったねその数字を含むのが「以上」。それに対して「未満」は言い換えると「より小さい」つまり「含まない」。 以下だったら含むんだけど未満より小さいの場合には含まないのが未満そう考えると25メートルこれ未満だから含まないわけね25メートル以上だからこっちは含むわけそれを考えると A 君はどの階級つまりどの範囲に入るかというと含むここだね25メートルを含んでいる範囲に入るからここの階級に いるわけつまり答えの書き方としては25で単位のメートル以上を書いて以上そして3 0ル未満3 0ル未満この階級にいると分かるわけね。最後まで書くとの階級。 今回のポイントは以上は含む、未満は含まない。25メートル以上、30メートル未満の階級が答えになるよ。続いて角度2見ていくよ。ボールを投げた距離が7番目に長かった B 君はどの階級に入りますか。7番目に投げ,投げた距離が長かったわけね。じゃあそれ確認していくと。 やっぱり度数分布表から分かるわけ。範囲を見るとボールを投げた距離が長い方から数えて7番目というわけ。そうするとこの表から分かるのはそうだねここ長い。で何人いるかというと5人いる。つまりここには12345と。 長く投げたトップ5がここには入ってるわけね数字書いていくと 1, 2, 3, 4, 5 7番目だったわけだからここにはいないわけ。ということはその上確認していくと8人いて人数を書いてみると8人だからこうだね。で 12345トップ5の次だから6番目に投げた距離が長い7番目に投げた距離が長い。ということで B 君がいるのはこの階級だと分かるわけ。つまりメメーートトルル以上25メートル未満答えとしては2 0ル以上そして2 5ル未満。で 階級までつけるからの階級こんな形で度数分布表にすると誰がどの辺りにいるのかそういうのも表を持って確認することができるよ。今回のポイントを確認するよ度数分布表とはデータを表で整理したものそれが度数分布表だね。 覚えておきたたいポイントは2つだった階級は範囲度数は人数や個数階級は範囲度数は人数や個数これさえ押さえておけば大丈夫だよ。